お預かりします。はい、2万元お預かりします。パスポートお持ちですか？パスポート護照。お持ちですか？是您有带吗？您带在身边吗？那么请问您有带护照吗？请看纪晓师念过一遍。パスポートお持ちですか？パスポートお持ちですか？パスポートお持ちですか？はい、有、我有带。请看纪晓师念过一遍。はい。はい。はい。失礼します。では、5万6000円ですね。失礼します。不好意思。では、那么、5万6000円ですね。那么是5万6000元的这个日币。不好意思。那么是5万6000元。请看纪晓师念过一遍。失礼します。では、5万6千円ですね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 。手数料は300円ですので、5万5700円です。手数料、手续费、300円、300元。ですので、这边的ので是因为的意思。因为手续费是300元。5万5700円です。所以是5万5700元。因为手续费是300元，所以呢变成了55,700元。请看纪晓师念过一遍。手数料は300円ですので、5万5700円ですね。手数料は300円ですので、5万5700円です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 。どうぞ、ご確認ください。どうぞ、请、ご確認ください。请你呢、确认。请点收。请看纪晓师念过一遍。どうぞご確認ください。どうぞご確認ください。どうぞご確認ください。はい、ありがとう。好、谢谢您。请看纪晓师念过一遍。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。好，接下来我们看到的是这个苦衷，就是这一个抱怨，或者是这个要求，是要求的意思。请看下面。内線電話で、内線電話呢，就是我们的分机在里面打的这个内线电话。好，请看绘画内容。はい、フロンドンでございます。はい、是的、フロンドンでございます。后面的でございます是です的敬语。フロンドン的话就是这个饭店的大厅的柜台。您好，这里是大厅柜台，请看纪晓师念过一遍。はい、フロントでございます。はい、フロントでございます。はい、フロントでございます。1203の O ですが、バスルームの電気がつかないんですが、1203の O ですが、我是1203号房的微信王。バスルーム是浴室的意思。電気がつかないんですが、电灯呢不能亮。这个電気がつかない呢，它是一个自动词。